はい、NHK オップコアスということで、令和6年2024年の7月の今日は25日かな、お昼3時55分ですが、まあこの石丸伸二さん、僕は非常に恐ろしい人だなと思っていてですね、ただその中で NHK の受信料をですね、彼はまあ払うと言い切っているというところを、まあ証拠としてリハックでこの間僕が聞いたのをご覧ください。まず、ちなみにマニフェストって選挙結果に影響を与えられるものなんですか？どれもちろんそれは与えますよね。もちろんそれが一番もちろん大事なものだし、大事じゃなければいけないと思います。いや、大事じゃなければいけないと思うんです。ああ、いや、それは今の状況だったら特に影響してると思いますよ。今は行く人は相当いろいろと考えていきますから、うん、マニフェストで投票されるっていうのが一番動機としたら、選ぶ動機はそこが一番だと思いますよ。うん、じゃあ、橘さんが仮に石丸さんのブレーンだったとして、はい、どういうマニフェストを掲げますか？やっぱりまずは NHK の受信料を払わないっていうのを言えた方が、東京だと半分以上そうなんで、実は払ってない人が半分以上なんで、まあ、そこはインパクトとして大きいと思いますよ。逆に石丸さん、受信料払ってらっしゃいます？ずっと払ってます。ああ、なるほど。結構 NHK 好きなんで。いや、真面目。いやいや、だからそこがやっぱ僕と全然違うとこなんだなってすごい今感じました。そこを感じながら、はい、まあこれ大きなんですよ。まあこうやってヘラヘラ笑って NHK の受信料を払ってると言ってますが、これもう完全に必要のないメディアじゃないですか。まあ、NHK の受信料なんていうのはもうスクランブル放送してしまえばいいっていうのが、国民の7割から8割、どのまあ新聞社などの調査を見てもそういう状況でですね、こうやってまあ相手が敵対する人であれば反対側のことを言うと、まあミラーリングという表現で彼は言ってますけども、とにかく僕が言いたかったのは、石丸伸二さんという人はですね、NHK に受信料を喜んで払うと、そういう人であるということでですね、この人が本当に正しい改革ができるのかどうか、もちろん受信料を払うことが素晴らしいという考えの人をですね、私は推しもしないし、彼と一緒に政治をすることは絶対にないということだけ伝えておきます。以上です。あとね、この後 NHK の会長がですね、また馬鹿げたことを言っていますので、ね、選挙で政見放送で NHK の悪口言うなみたいなね、ことを平気で言っていますので、その動画についても作っていきたいと思います。いずれにしても石丸伸二さんは NHK に受信料を払っているそうです。NHK をぶっ壊す。